眩しいっすね。すげえ眩しい。超眩しい。はい、どうも皆さんこんにちは。フレームの YouTube チャンネルへようこそ。はい、ということでね、長らくやってきました。いろんなメーカーのペダルを紹介してきましたけども、今日が最後のペダルです。スピードプレイシマノ、ルックと紹介してきましたけども、最後何が来るかと、じゃあこちらです。タイムですね。このタイムのペダルですね、実際に、買ってちょっとね100キロほど走ってみました。なんでその、まあ、簡単ですけどちょっとインプレッションしていきたいと思います。今回こちらのエクスプレッソの04っていうものを使いました。いろんなランクがあるんですけども、ミドルグレードのものになります。正面はこんな感じになってます。でかなり洗練されてますね。このアルミかな、鉄のプレートがついてて結構かっこいいです。後ろはこんな具合になってます。もともとタイムはルックの社員が辞めて立ち上げたブランドとそう言われてますけども、まあ、ルックで培った技術かどうか分かりませんが、後ろにこんな感じですね。ルックペダルみたいにこう板がこうついてますね。ルックペダルが結構固めというか動きが少ないのに対して、タイムのペダルは非常に、膝がよく動きます。左右の可動域が大きいペダルになりますね。実際に試してみて確かにかなり可動域が広いなと思いました。 SPD ほどではないけど、 SPD みたいにこう、なんて言うんだろうな、よく動くペダルになりますね。クリートはこんな感じになってます。3点止めで一番上だけ、プレートがついてます。でプラスチック製になります。横から見るとこんな感じですね。で、今回タイムのペダルを使って、走ったんですけども、まあ、感想を言うとですね、スピードプレイにすごい近いなっていうイメージです。まあ、どっちが近いかというと、スピードプレイがタイムに近いのかもしれないですけども、膝のこの可動域が広い感じはスピードプレイとすごい似てるなと思いました。で、スピードプレイとの違いは、踏み面がですね、個人的にはこっちの方がすごい踏んでる感があるなと思いました。まあ、踏み面が広い分ですね、グッとこう踏めてます私っていう感じはありましたね。稼働する時のこの滑らかさっていうのは、スピードプレイの方が個人的にはヌルヌルしてて良かったなと思います。まあ、タイムは取り付けるときはここに対してこうカチャッとこうつけてこうねはめるような形になってます。こんな感じですね。で踏み込むとパチンっていきます。膝の可動域がすごいね広くなるって言ったんですけども、まあ、これによって何が起こるかというと膝を痛みづらいです。膝が痛くなりにくいので、ロードバイク乗っててどうしても長距離走ると膝が痛くなるんだよねって人は、タイムはすごくおすすめだと思います。ペダル自体が結構軽いっていうのがタイムの特徴でもあります。まあその代わりこの結構クリートはでかいんで、まあどっこいどっこいかもしれないんですけども、それもいいところだと思います。まあ、ベアリングはこんな感じですね。すげえ回るってわけではないです。まあ普通かなって感じですね。タイムのペダルよくね消耗品ってよくね聞きますけども、僕はまだちょっと100キロぐらいしか走ってないんで何とも言えないんですが、まあどれほどの耐久力があるかっていうのはちょっと未検証なんですけども、はい、といった感じでしょうか。今回は、タイムのペダルについてちょっとお話しさせていただきました。100キロぐらいのロングライドだとかあったら全然おそらく膝は痛くならないと思います。まあスピードプレイもいいですけども、タイムも膝に優しいペダルの一つだと思いますので、まあ、検討してみてもいいんじゃないかなと思います。個人的にはね、ペダルの形が結構かっこいいなって思います。タイムのペダルはちょっとですね、他のペダルと違って、なんかこう、爪みたいな感じでね、結構かっこいいんじゃないかなって思います。ということで、今回は爪に、膝に優しいペダル第2弾ということでですね、踏んでる感があって、かつ、膝に優しいペダルのご紹介でした。もしもね、面白かったなと思った方、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、フレームチャンネルでした。また次回お楽しみに。お疲れ様です。